客が店員などに必要なクレームや威圧的な言動をすることを指します。まずはこちらの動画をご覧ください。一体どうなってんだこの店は。申し訳ありません、すぐに責任者。聞けよ、まずは土下座だろうが。それはざっけん、10万出せ、ネットに書くぞ。お客様落ち着いてください。おい、バカにしてんのか。お客様、お会計はこちらになります。そのクレームはもはや犯罪かもしれない。はい、こちらは労働組合がカスハラの実態を知ってもらおうと制作した動画なんですが、県内でもこうしたカスハラに対し対策を取る動きが出てきています。こちらは仙台市内の不動産会社です。今月からカスハラ対策を本格的に取ることになりました。きっかけはカスハラが原因でスタッフが体調を崩したり会社を休んでしまったりするケースがあったからだといいます。1時間から2時間の電話でお話をする形になったりという形もありましたし、なかなか言いにくいんですけども罵倒されるような内容ももう中にはもちろんありました。バカとかですね、そういう内容のことが、やはり言葉の節々で出てしまうこともですね、やっぱりあったりするので。この会社ではホームページ上にも従業員に対するハラスメント行為と判断した場合はサービスの提供を中止し然るべき対応を取ると明記しています。これ以外にも電話を録音したり防犯カメラを設置したりするなどして従業員を守る取り組みを行っています。対策を取ったことでこのような変化も。特定のお客様からの拘束時間が少なくなった分ですね、他のお客様に対するスピード感、あとサービスのですね、良いサービスができるようになったと思います。また行政でも様々な対策を取る自治体が出てきています。こちらは名取市役所です。名取市でも先月からカスハラ対策を行うことになりました。名取市では先月から職員の名札の表記をフルネームから名字だけに変えました。職員組合などからの提案がきっかけで、背景には職員が感じている不安があったといいます。大きな声を出されるっていうことはやはりこれまでもありましたし、長時間ずっと対応し続けるっていうような事例もやはり起きてはおります。名札が名字だけに変更されて1月余り、職員からはフルネームで呼ばれるより名字だけで呼ばれた方が圧迫感は少ないと感じています。クレームとかを受けた時に、その名前を見せろっていうふうによく言われて、上に言うぞみたいな、こうたまに理不尽な方とかもいらっしゃるので、その点安心かなと思います。